皆さんこんにちは、ゆうみです。今日はコンビニで購入したものを紹介したいと思います。東京リベンジャーズと呪術廻戦があるのですが、まずは呪術廻戦の方を開けたいと思います。じゃあまずはウエハースの方を開けたいと思います。今回デフォルメシールウエハースボリューム1になります。私はプレミアムバンダイさんで予約をしていて、発送はもうされているのですが、公式さんなのでちゃんと発売日に家に届く感じになります。なので後日ボックスで開けたいと思うのですが、今回ローソンでもう販売されていたので販売日前になってしまうのですが、2つだけ開けたいと思います。パッケージは2種類あります。今回ココアクリーム味になります。シールのラインナップは26種類です。特級レアの五条先生が欲しいです。では早速開けたいと思います。では一つ目いきます。はい、お、五条先生、まさかの。こちらはノーマルです。はい、まさかの五条先生が出てくれました。ノーマルですがめちゃくちゃ嬉しいです。裏面はこんな感じです。この上から2番目の軽薄でマイペースの文章はコカ・コーラのカードの裏面にも書いてあったはずです。では特級レアを狙います。ではいきます。はい、あ、トゲくんでした。このトゲくんはレアになります。口元は見えないですね。背景がすごいおしゃれです。裏面の文章はこんな感じです。あと、ウエハースの動画でも言う予定ではありますが、こちらの袋の裏面、バーコードがあります。こちら12枚集めて応募すると、必ずウエハースシールのファイルがもらえるみたいです。なので、このウエハースの袋は絶対に捨てない方がお得です。ウエハースはこんな感じでした。では続いて呪術ロング缶バッジコレクションを開けたいと思います。こちらはセブンイレブンで購入しました。こちらの白押し色紙も販売しています。ですが私はセブンネットでボックスの購入をしているので、今回は缶バッジだけを開けたいと思います。袋はこんな感じです。全8種類あります。1年生3人と五条先生の4人で2種類ずつのイラストがあります。なので2種類の五条先生を出したいです。じゃあ開けたいと思います。じゃあハサミで切ります。では早速いきます。はい、あ、これはのばらちゃんです。のばらちゃんはこんな感じです。この振り向きののばらちゃんめちゃくちゃ可愛いです。じゃあ2つ目。ではこっちでいきます。はい、あ、まさかののばらちゃんでした。はい、こちらのばらちゃんの全身になります。こんな感じですね。まさかののばらちゃんでコンプリートできるとは思いませんでした。では最後に東京リベンジャーズのふわコロリンを開けたいと思います。こちらローソンで購入しました。いろいろ調べていたらアミューズメント品でもう出ているみたいです。ふわコロリンの他にハグキャラとポテコロマスコットも同時期に販売されるとは思ったのですが、ローソンではふわコロリンだけ置いてありました。
こちらのラインナップはこの6人になります。もちろん三ツ矢くん狙いで開けたいと思います。じゃあ1つ目、あ、もう髪色が見えます。これは金髪だ。では金髪なのでマイキーとドラケンのどちらかと思います。ではいきます。はい、お、これはドラケンです。はい、ドラケンが出ました。ちゃんと竜のタトゥーもあります。かわいいですね。ちゃんと前髪も垂れ下がってます。じゃあ最後に三ツ矢くんが出ることを祈って開けたいと思います。ちょっと見えないようにしますね。見えそう。では準備が整いましたのでいきます。ではいきます。なんか髪が出てくる。髪が出てきたので一旦取ります。じゃあ本当にいきます。せーの、はい、三ツ矢くんでした。はい、三ツ矢くんが出ました。めちゃくちゃ嬉しいです。では開けます。はい、なんと三ツ矢くんが出ました。耳にピアスがあります。ちゃんと眉毛も真ん中がないです。服はこんな感じです。ちゃんと文字も書いてあります。お尻が可愛いです。ふわコロリンなのでちょっと立ちにくいです。なのでセリアで購入したこのスタンドに立てれたら立たせてあげたいですね。めちゃくちゃ可愛いです。これもちょっと折り曲げにくいんですよね。昨日買ったばかりです。ちょっと後ろは映えないですが、ちゃんと顔が見えるように立たせることはできました。あとはハグキャラとポテコロマスコットが販売されたらいいなって思うのですが、アニメートの方は9月中旬になったみたいな感じなので、他のアニメグッズが置いてあるところにあったら購入したいなって思っています。また見つけ次第動画にしたいなって思うので、ぜひチャンネル登録をしてない方はぜひよろしくお願いします。またこれからも呪術廻戦と東京リベンジャーズの動画は出していきますので、ぜひこれからもご覧ください。見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。